子どもたちの目に触れないところで何が起こっているのか、そしてこれからどんな食の選択をするのかを料理人が伝えることは、子どもたちの未来を守る上で大切だと思います。イノシシの被害や異常気象でやむを得ず廃棄する野菜の話は、子どもたちが知るには何かきっかけが必要です。そこで今回はそれらの食材を使っておいしい料理を作り、食べられる食材でも廃棄されているという問題を解決するための道筋を示したいと考えました。完熟する前に落ちてしまったパプリカはしっかりと焼くことで旨味を凝縮させる。形が不揃いで使いづらい未利用魚はブイヤベースにすることで汎用性を持たせる。しっかりと煮詰めたものをパプリカと合わせることでコク深いピューレを作る。魚種によって調理法を吟味し、食材の組み合わせもできるだけシンプルにする。子どもたちに未利用魚の美味しさを知ってもらいたい。夏のイノシシは脂も癖も少ないので、初体験の子どもでも食べれるだろう。マリネしたイノシシのフィレはバターでソテーし、腕肉はハンバーグにする。フィレはあえてそのままの形で使い、食感のコントラストを加え、肉の味も楽しめるようにした。本来は山椒やスパイスを使うが、今回は子供が食べれるようにデミグラスに近いイノシシのソースに仕立てた。子供にとってデザートは特別なもの。バターナッツかぼちゃはオーブンでじっくりと焼き、甘みを引き出せば一部が傷んでいても十分に美味しい。ムースを作り、塩味のあるパートブリックを使うことでさらにかぼちゃの甘みを感じることができる。余分な砂糖を加えないデザートを子供たちに食べてもらいたい。一番大切なのは美味しいということ。僕たち料理人は美味しいや幸せを提供し、その先にまだ食べる習慣のない食材でもまた食べたいと思ってもらうことで、持続可能な社会に貢献できると思っています。そういう料理人になっていきたいです。黒川恭平でした。